主党党首参議院議員の吉田忠智さんです。吉田さんよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、お疲れ様です。昨日の社民党党首選挙で無投票で再選されました吉田忠智でございます。どうぞよろしくお願いします。あってはならない東京電力福島第一発電所の事故から4年9ヶ月になろうとしています。今なお10万人以上の方々がふるさとに帰ることができません。人間の力では原発核は制御できない。一度放射能にふるさとが汚染されたら元に戻すのがどれだけ大変なことか、原発ほど危険なものはない、身に染みて分かったんじゃありませんか。残念ながら仙台の1号2号が再稼働されました。それまでは原発が止まってました。原発がなくても電力が賄うことができることも立証されています。そして原発ほど高い電力はありません。原発をこれから進める一寸の道理もないことも明らかじゃありませんか。私は国会で安倍政権の動きを見て感じることが2つあります。一つは東京電力福島第一発電所の事故が起こった時には菅政権でありました。民主党国民新党の政権、もし自民党の政権の時に事故が起こっていたら今の態度は違っていたのではない、他人事なんですよ。一番原発を進めてきて責任があるのは自民党じゃありませんか。その反省がない。そして今安倍政権は原発再稼働、原発に前のめりになっていますけれども、しかし悲観することはないと思います。脱原発に向けた仕組み作りは確実に進んでいます。菅政権の時に再生可能エネルギー促進を作りました。それから3回電気事業法の改正を行いました。電力システム改革は確実に進んでいます。太陽光発電も随分普及しました。一番真夏の暑い時太陽光がバンバン発電されます。問題はピーク時をいかに下げるかですよね。だから太陽光発電によってピーク時の発電をずっと下げることができるようになりました。これから仕組み作りをしっかり進んで外堀を埋める努力を続けていければ必ず脱原発は実現できると確信しています。時の政権、安倍総理が政治的決断をすれば全部脱原発に向かっていくんですよ。電力会社も産業界もそのために国民世論を変える努力を続けていこうじゃありませんか。そしてお話がありました選挙、解散同時選挙も想定されますけれども、来年の参議院選挙確実にあります。32ある1人区候補者を1人に絞り込むぐらいの踏み込んだ選挙協力をしなければなりません。原発再稼働、憲法違反の戦争法、労働法制の改悪、辺野古新基地の強行、 TPP 根は同じ。国民の命や暮らしを守らない安倍政権、打倒の足がかりを作ろうじゃありませんか。私も野党協力の接着剤になるべく社民党党首として努力をする決意を申し上げまして連帯のご挨拶に入っていただきます。おめでとうございます。吉田忠智様ありがとうございました。皆様今一度盛大な拍手をお願いできればと思います。ありがとうございます。